そりゃなんてったってドラえもん70年に連載開始し、73年からテレビ放送を開始、以来子供たちの絶大なる人気を誇るキャラクターです。田原山英子さん、ドラえもんのモノマネは5年間ずっと練習してきたネタだそうですよ。その練習の成果とくとご覧あれ。ゲストのドラえもんさんです。ねえ君、何とっても僕に似てたけど、ドラえもんっていうところもいっぺん言ってみて。僕ドラえもん。例えばさ、あのいつもドラえもんが言ってる、のび太くんもうちょっと勉強してよ、のび太くんもうちょっと勉強してよ、あのすいません握手してもいいですか。どうも、すごい、そっくり。いや、本当に素晴らしい。いや、そっくり。もう嬉しい。私も女の喜びをもすごかった。すごい。これほんまドラえもん来たんか思うぐらいの。そうなんです。終わった瞬間ね。ちょっとお二人さん、はい、白組も全然変わらないです。僕らは本当ほったらかして変わらない。ドラえもんの声を聞かせてください。いや、そんなにいいです。はい、いや、もうドラえもん出てきた時びっくりしました。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。信代さんが出てきた時には申し訳ない、すごいもうすごい、もうね、今までモノマネ何回も出させてもらったんですけど、はい、一番嬉しかったですね。すごい上手で、でもすごく勉強しました。さあ、それでは得点をお願いします。白のデンジャラスと、そして土田さんか、